皆さん、こんにちは。モノモースです。本日は、自民党総裁選とその後の人事についてお話しします。特に、高市早苗氏の処遇に焦点を当てます。それでは早速、本題に入りましょう。まずニュースの概要ですが、石橋フィル氏は新しい自民党総裁に選出されました。それに伴い、党内人事が注目されています。特に注目すべきは、高市早苗氏は党総務会長の打診を誇示したという点です。高市氏の周囲は、幹事長以外は受けない、という姿勢を見せています。ここで私の主張を述べさせていただきます。 高市氏は幹事長に起用されるべきではないというのは妥当だと思います。その理由は、幹事長という役職が持つ重責と高市氏の受け入れが党内で問題視されている点にあります。まず、幹事長という役職は党内の調整役として非常に重要です。特に現在の自民党内では様々な派閥や意見が交錯しているため、調整能力のある人物は必要とされています。高市氏は確かに強い意見を持っていますが、その意見が受け入れしすぎているとの批判も多いです。このような状況で幹事長に就任すれば、党内の調整 政が困難になる可能性があります次に具体例,例として2012年の安倍晋三氏と石橋減氏のケースを挙げます安倍氏は総裁選に勝利後石橋を幹事長に起用しました当時自民党は野党であり党内の結束が必要でしたそのため大陸候補だった石橋をナンバー2に据えることで挙党体制を確立しようとしたのですしかし現在の状況は異なります石橋自身が総裁に選ばれた今を経過した高市氏を幹事長に起用するのは適切ではないでしょうさらに石橋の人事方針についても 触れれておきまますす石橋は党内基盤が強くないたため調整能力にに優れた人物を幹事長に据える必要があります例えば、森山氏のように党務経験が豊富で、党内で顔が広い人物が適任です。これにより、石橋は直面する多くの課題に対処できるようになります。反論として、高市氏は幹事長なら党内の右寄りの支持が得られる、という意見もありますが、これには同意しかねます。今の自民党には多様な意見があり、右寄りだけではなく、中道やリベラルな意見も尊重されるべきです。バランスを取るためにもあまりに右り、 寄りな人物は幹事長に就任するるのは避けるべきでしょう以上、私の考えを述べさせていただきました。皆さんはどう思いますかコメント欄で意見をお聞かせください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。